朝の歌作品15からには、エドワード・エルガーが作曲したバイオリンとピアノのための楽曲。後に作曲者自身の手によって還元楽編曲された。1889年から1890年頃に作曲されたことはほぼ確実であろうと考えられているが、初版の年は1899年である。この曲と対応なす楽曲。 夜の歌作品15から1とはしばしば比較される。深淵さは求めるべくもないが、すがすがしい旋律の魅力により、人気を獲得している。特に、電気録音発達前の20世紀初頭においては、サロン向け商品である作品15が、エルガー作品の中でも最も知られた曲の一つであった。エルガーは、本作の旋律を1918年の原楽四重奏曲の、 第二楽章に引用している。原曲版と還元楽版が最も知られるが、他に作曲者自身によるチェロとピアノ、ビオラとピアノのための編曲がある。また、エルガーの友人であったハーバード・ブリュワーによるオルガン版も存在する。アレグレットに4拍子と蝶々4小節の導入に、続き、ピアノのシンコペーションの上に、バイオリンによって愛らしい旋律がそうされる。 フレー演奏時間は約3分。還元楽編曲版は原曲の2年後に出版され、夜の歌と共に1901年9月14日のクイーンズホールにおいてヘンリーウッドが指揮するプロムナードコンサートで初演された。楽器編成はフルート、オーボエ、クラリネットにファゴット、フォルニ、ハープ、弦語部。夜の歌も同じ編成となっている。注釈主典。 ありがとうございます。